最後。鋭い眼差しでパンチを繰り出すのは県内屈指の強豪校新田高校ボクシング部で副キャプテンを務める女子バンタム級の山崎真春選手。パンチを当てた時の快感があって、自分のこう予想していた通りに相手にパンチが当たった時が一番嬉しい。高校からボクシングを始めた山崎選手、男子を相手にぐいぐいと前に出る負けん気の強さに加え、もう一つ大きな武器があります。彼女は始めた頃から結構やっぱパンチは強くて、すごいいいものを持ってるなという印象です。得意なパンチは力のあるミニストレートです。このミニストレートをどう生かすか。上下のワンツーでボディストレートが得意パンチです。こうパンってするのが得意です。藤井監督と二人三脚で作り上げてきたのがパンチを上下に打ち分けるコンビネーションです。すると競技を始めてわずか1年足らずで全国選抜大会準優勝を果たし、その実力を全国に知らしめました。周りも驚く進化の源は、これまで柔道やバスケットボールで培ってきた運動センスと高い身体能力です。体の使い方がすごい上手いっていうのと、言ったことをそのまま自分の頭で理解して、でそれを自分の動きにすぐに移せるのがやはり彼女のいいところだというふうに思ってて。しかし次こそは日本一と意気込み、高校2年生で挑んだ今年1月の全国大会、山崎選手は決勝で敗れ準優勝。またも頂点に手が届きませんでした。相手との差を結構感じさせられた試合だったので、とても悔しかったです。まだまだ強い相手が上にはいるので、その下を見るんじゃなくて上を見ることでもっと自分も強くなっていけるなって思ってます。悲願の日本一へ、山崎選手が今取り組んでいるのがフットワーク。常に進化の歩みを止めず、得意のミニストレートに加え変幻自在なステップを武器に高校最後の大舞台に挑みます。高校最後の試合っていうのもあるので、絶対に優勝したいし、素早く相手にパンチを当てて、で素早くその場からいなくなって相手が追いつけないスピードでボクシングをできる選手になりたいです。高校卒業後もボクシングを続けるという山崎選手、さらなる高みを目指してボクシングガールの挑戦は止まりません。かっこいいですね。お話しされている時とボクシングの時とガラッと表情が変わって、スイッチが入るんでしょうね。そうですね。この日本一の挑戦となる全日本女子ジュニアボクシング選手権大会なんですが、北海道で今日開幕、山崎選手は明日初戦を迎えます。日本一目指して頑張ってください。